も多分いるだろうし、私も疲れがねちょっとあるので、でも明日ぐらいしかねちょっと休みがないっていうあれもあるんですけど、どうしようって、うん。でも皆さんちょっとね星でぜひお力をお貸しいただければなと思います。スケジュールの組み方なかなか上手になったなって。なんか前に TGC の時出た時に、なんかイベント分割配信タイムテーブル応用編みたいななんかあの紙、なんかファンの人がそれ送ってきて、そのそういうプログラムを組まれたスケジュールの組み方みたいな書類、それをずっと探していて見つけ出して、そう、そこからやりました。うん、ナイスありがとう。なんかそれのスタンダードコース、アドバンスコース、チャンピオンコース、テクニカルコースっていうのがあるんだけど、あの私は一番甘いスタンダードコース。明日はさすがにね寝不足になっちゃうんで、みんな長いのでまだ1週間あるから、うん、チャンピオンコースはね10回配信、あ、チャンピオンは9回か、テクニカルコースが10回あります。うん、でアドバンスコースが8回で、スタンダードコースが7回8月3日まで、最終日19時59分までだね。それな、私その日最後できるか分かんない。そう、やばいですよね。うん、その時間ね、ティフのリハなんですよ。早いですよね。7時半からディフのリハ。そう、なんでこの時間なんでも、まあそっちが本業って言っちゃう、まあ本業なので、そう、でも分かんない、今のところそれなだけで、まだね日にちあるから変わる可能性はめっちゃありますので、うん、何にせよみんなで頑張ろう。エリエリおお、うん、
なんかお腹空いてきた。お腹空いてきたぞ。タワー来たーだって。あ、ホア、ホア、ありがとう。ホア、ホアがクマタワーくれました。ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。ホア、ありがクマタワー、イエーイ、ありがとうございます。正直名前変えたい。なんで？なんで名前変えたいんですか？コメントを無視するって。じゃあコメントをね、無視とかないんですよ、私たちにとって。私たちにとってコメント無視とかない。いろんなコメントが来て、そう、全部読むっていうのはちょっとね無理なので、そうだからコメントを送ってくださるのすごくね嬉しくて、めっちゃ読んでますけど、読むってなると全部となるわけにはちょっといかないんですよ。そう、ちゃんと目は通しているけど、そう、でも人を選んで読んでるってわけではないので、うん、割かし、うん、じゃあ全部読んでみるね今から。聖徳太子はないんやからお悩み相談全部読んでたらめっちゃウケる。こういうコメントを無視しないエリナの優しさ、コメント流れるの早いし、座るといいね、時間足りないでしょ、エリちゃんにコメント読んでるのめっちゃ嬉しい。ほらもう追いつけない、全部読んじゃうともう追いつけないんです。もう追いつけなくて無理なんです。そうなの、うん、そう、だから気にすることない。おだいりはクマ好きだって。大好き、クマ大好き。待って、大好きだって言ったけども待って待って言ったけどもいや言ったけど3つ来たじゃないよ、30個来てるから3つじゃないよ。勇気、勇気さんがクマくれました、ありがとうございます。もうクマ大好き、めっちゃ。勇気さんもありがくまタワー、みんなでお礼言いましょう。ありがくまタワー、イエーイ、ありがとうございます。そしてあと翔太とおだいりしかかたんさんもありがとうございます。クマ大好き、ショータとおだいりしかかたんさんもじゃあみんなでお礼言いましょう。ショータとおだいりしかかたんさん、ありがくまタワー、イエイあとトシさん、トシさんありがとうございます。もうクマ大好き、トシさんも、はい。じゃあということで、じゃあみんなでお礼言いましょう。トシさん、ありがくまタワー、ありがとうございます。
いやー、もう今日は熊のことを考えて寝たいと思います。うん、熊好きってずっと言ってた、言っとけばって、いやそんな言い方、熊好きって言ってくれてよかったって、よかった熊好きですだって。そう、熊ね、そう奇遇だけど好きなんです。うん、そう奇遇すぎた。うん、森のくまさん、森のくまさん弾いてみるか。森のくまさんってめっちゃ簡単そうじゃない？誰か森のくまさんのドレミを私のツイッターに送ってくと言ってください。ちょっと森のくまさんツイッターにドレミ送っといて。おいおいおい、おいおい、おい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 、森のくまさん、猫じゃないんだ、今日は。今日は森のくまさんなんだ。あーって本当に来てる、楽譜が。楽譜本当に来た。有能ですな、みんな。仕事早いわ。さすが。信頼できる。ファンしか勝たん。ある賓客、ん？どうって何これ、どうか分かんない。どう、ソラシドソミドかな、ドがわかんない。あ、わかった、何、そう、そのそうハッシュタグって何これ、ハッシュタグ何、半音上げ、半音どうやって上げんの、
これかな。か、あ、分かった。はい。クマ来た。シオン、シオン、ありがとう。クマ、じゃあみんなでお礼言いましょう。シオン、あれがクマだわ。ありがとうございます。何の音？なんか音変。やだこれ。あ、待って、そうハッシュタグって本当にこの音かな。
一隈悟さんがタワー建ててくれました。ありがとうございます。ありがとう。じゃあミュージックスタート。何この音。ありがとうございます。一隈悟さんありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。一隈悟さん、ありがくまタワー、ありがとうございます。ありがとう。ある日森の中、熊さんに出会った。花咲く森の道、熊さんに出会った。練乳ありがとうございます。ありがとう。皆さん感謝です。練乳ありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。練乳ありがくまタワー、イエーイ。じゃ今からじゃあ皆さんが送ってくれた単語で一曲作ります。の音にしよう。無理です。私には曲作りの才能がないので作れませんでした。でも1曲だけならできます。いきます。猫踏んじゃった、猫踏んじゃった、猫踏んじゃ踏んじゃ踏んじゃった、猫踏んじゃった、猫踏んじゃった、猫踏んじゃ踏んじゃ踏んじゃった、猫踏んじゃった、猫踏んじゃった。私にはもうこれしかできない。
私ジョン・レノンじゃないので曲作りできないんです。うん、あ、そんなこんなであと2分じゃあ皆さん本日もありがとうございました。明日は7時から配信なのでぜひ見てください。すいません、ちょっとよくわかんない林になっちゃってハッシュタグいつも。じゃあランキング読みます。いきます。13位、若しあとおだし。12位、ムラッペあと今日最高だった。11位ポクレンパサラン。10位ミヤちゃん。9位マーアットダシ。8位ケン。7位練乳。6位ホワ。5位ユウキアットクマじゃなく猫やないかい。4位シオン。3位ショータアット代理しかかたん。2位ヒトクマサトル。そして1位はトシー、ありがとうございます。皆さんすいません最後の配信またキーボードに頼っちゃいました。明日は7時からの配信なのでぜひ皆さんよろしくお願いします。また見てね。ではおやすみなさい。おやすみ。イエイ。皆さんいっぱい寝てね。あ、ステボシよろしく。ステボシよろしく。おやすみ。バイバイ。Adieu.